分でなんかこれそうこれもねそうお父さんがそう発注してくれて色が選べるやつなんですけど、わかりますか、鬼です、うなぎじゃないです、鬼ですそう一応新作なんですよ、そうなんです、はい鬼です、今日会いたかった、またそうお会いできる日楽しみにしてますね、はい鬼です、節分ということで、ナスじゃないよナスじゃないナスじゃないですよ、はいイノシシでもないですよ、皆さん取れました今紅芋タルトでもないですよ、鬼です、はい、タルト鬼ですよ、確かにすごいですね、唇熱いですね、ね、でも唇熱い方って愛情深いって言いますよね獅子舞っぽい、あ、獅子舞持ってます、かぶり物、はいスクショできました、型で怒ること、でも私怒ると黙っちゃうタイプです、どちらかというと、うん、どちらかというとって変だね、とてもフィットしてるフィットしてる感はすごいフィットしてる、なんかあの前回かも、うん、あ、23日って言っちゃった、3日の公演楽しみ、ありがとうございます、鬼は外福は内ですね、はい、あ、お仕事頑張ったよ、ありがとうございます、ということで、あ、そう髪の毛もね、そう暗くしたんですよ、そう暗くしました、よいしょ、あ、ありがとうございます、あ、でもありがとうございます、無理しないでね、ありがとうございます、すいません、ありがとうございますね、いつもね、何系って言えばいいんだろうね、うーん、そう暗めにしてて、そうそうそう、あ、暗い方がいい、本当ありがとうございます、青みも入ってるかも、なんかねこの照明だと青っぽいよね、うん、紫も入ってます、そうなんです、ありがとうございます、すごい気づいてくれる、紫でも赤も入ってるし、なんかいろんな色を混ぜてくださって似合ってる、いつかやってみたいけど、そうねね、本当好き、ありがとうありがとうございます、今日なんかもうほぼなんか茶色の前の以前つけたリップと同じ色つけたんだけど、もうなんか取れちゃった、その色いいな、お揃いにします、何したらガタバーって言われる、自信ある、うんあ、クラカミ好き、ありがとうございます、クラカミって読むのかなこれ皆さんのコメントを読んでいけたらいいなと思っております、うん、黒髪かな、なんて、あの、はい、よっしゃガタガタで、どういうこと、ガタバーでも、ありがとう、かぶり物、あ、じゃあかぶり物しとくね、ちょっとかっとくね、リケットファンで忘れちゃったね、今日ね、化粧品持ってきてないんだよね、そう、なんだっけな、あれ使ってます、なんだっけ、忘れちゃった、またのイケメンズね、なんだっけ、忘れちゃった、忘れちゃったちょっと待って、また載せますね、ちょっとまたあの載せますね、はい、黒髪もとむ、暗い髪、ありがとう、鼻触るの癖、あ、そう鼻触るの癖かも今日のお洋服のポイント、今日のお洋服のポイントはニットですそう、ニットです、今日はずっと寝てました、ねんねんおはよう鬼形さん、鬼形さん、鬼形だよ、燃え袖鼻水止まった、鼻水は逮捕されちゃったね、カエリ可愛い格好してたよね、カエリって呼んじゃったカエリちゃんね、そうすごいね、逮捕って、皆さん逮捕されない、気をつけてね、寒くてこたつから抜けなさい、わかる、私もこたつが体の一部です、アイドルは鼻水出ません、そうだね、出ないね、1月終わるの早くない、そうね、もう今日から2月だね、2月ですね、皆さん、豆まきするのってます、そう、鬼形さんに怒られたいな怒られるようなことしないで
2年前から逮捕されてるのは大丈夫です。あ、したね、逮捕は。懐かしい。しましたね。夢の国、夢の中へ連れてって。夢の国って言うんじゃった。そう、あ、わかる。2月雪、ね、ないよね、新潟ね。そう、コメントが早い、見てるよ。ほぼ毎日リカ姫に怒られてます。ほら、恵方巻き食べるあれですね。食べたいの、恵方巻き。七よ、ありがとう。好きなんだけど、ありがとう。なんか毎回見に来てくださりますよね。よかったら楽寿会待ってますね。なんか結構ショールームでこの方よくいらっしゃるな。楽寿会でどの方だろう。多分来たことないのかな。ぜひぜひ待ってますね。すこ、本当にすこ。そう、雪降らせて仕事ないから困る。そうだよね、そうだよね。結構イベントがね、中止になっちゃったりしてますもんね。西方が足りない、会いに来て。本コーナーよかった、ありがとう。すごいね。そう、質問なんか、そう、あのね、そう、みんなの答えたいなと思って。うん、またやりますね。劇場で豆まきするの？したいけど。うん、じゃあ3日なので汗の豆まきしますね。握手会行きたいね。新潟で握手会したいなって思います。そう、お掃除が大変。確かにね、ネット通販のマスクとか高い。あの人と行くね。汗の豆まき楽しい。恥ずかしい、恥ずかしい。チョコあげるから、チョコちょうだい。チョコあげたい。私も。そっか、花粉症か。私そう、花粉症じゃないんだよね。うん、落花生は新潟だけか。なんか他の県も確か落花生だった気がする。自分用にチョコ買います。買ってね。かぶり物いいね、ありがとうございます。お菓子は作るの？考えたんですけどね。そう、考えたんだけど、さあ、みね、あれ、リカちゃん推しだっけ。あ、そうだそう、そうだそうだ、東北。そうだね、東北は確かそうですね。山形も落花生だった？本当？よし。あ、チョコの奴隷の季節か、懐かしいですね。うん、メンバーへのチョコは変えた。あのですね、チョコね、悩んだ結果、やっぱり私いろいろ考えて違いたかったんだけど、ギリでも愛さえ詰まってらマリナがくれるのは。そう考えたんだけど、チョコプラス何かにしようかなと思って、あのもうなんかメンバーにあげるように、そのなんていうの、もうあのチョコを用意したので、ちょっと楽しみにしててください。オレンジピールください。そう、オレンジピール大好きなの。逆にください、大好き。チョコとゴーヤ合うのかな、それ。かぶり物こっちで、あ、無縁じゃない、無音です。聞こえるかな。読んでくれてありがとう。読むよ。そう、紫鬼です。え、見つめ合うだけの人いる。どういうこと、どういうこと。何かのキャラクター。あ、特にかぶり物屋さんで色を選んだそうです。何かください、何かね、何かあげたいな。お父さんセンスありますね。喜ぶと思います。アイコンタクト大事って言われた。あれ、あ、大事、大事ですね。うん、デジモン知ってる？デジモン知ってるよ。帰って帰ってきてね、言って。帰って帰ってきてね、目が可愛い。実は過去に握手会行ったことある。ぜひ来て、ぜひ待ってるね。スクショタイム。はい。美しいなってね、美しいな、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、今日割とすっぴり。なんだろう、あのコンシーラー、アイシャドウ、アイメイクしてくれたり。でもしたいです。ショールーム好きなので、はい、大好きです、ショールーム。皆さんとね、南推しじゃないか。大丈夫だよ、全然大丈夫ですよ。でも公演また見に来てくださいね。強めのメイクで、強めのメイクでもしたい。でもいつかなんかこう、なんか強めのメイクしなプラスなんかその格好に合う格好したいな。遠かった？ナチュラル。ちょっと待って、メール見て、メール。メイク薄い方、そうですよね、好きだよね。うん、皆さんはそう、ナチュラルの方が好きですよね。可愛い子が配信してると聞いて飛んできました。あれ、本当に？本当に？髪伸びて大変なこと？うん、かな。前も髪伸びた。じゃあ一緒に伸ばそうね。うん。な、待って。ちょっと待って。
色気をぶっ放してる、ぶっ放してる、私色気ないと思う、私色気と遠いメンバーだと思う、やるねみたいじゃあ今度しようかな、したいな、またね。でもスタッフさん驚いちゃうよねなかなか、なお湯がなくなる、お湯がどうした、一緒に伸ばす、伸ばそうね、髪頑張ろうね、髪の毛頑張ろうね、髪の毛ってどういうこと、あやめしゅあの映像出てたかな、なんか出てたかな、色気、色気ない方はアイムシュアやんない本当に、うん、こたつで配信ね、したいね、したいな。そう、短い方好きな方いらっしゃいますよね、そう短いのもね、うん、ね、でもまたいつか本当にめっちゃショートにもしてみたいなって思います、うん。劇場でアイムシュア、え、そしたらあの床の振りをやんなきゃですね。メタモン好きですか、ニョプタモン、あ、メタモン好きだよ、短い方が好き、そうだよね、そう短い方が好き、うん、どんどん、マリアさんもありがとうございますボブ、あ、ボブね、おかっぱヘアかな、ボブが好き、あーボブが好き、楽屋にこたつ持ち込む結構お家にあるやつ大きいんですよね、そう一番大きいんですよね、星以外なら何でも、星以外なんだろう、星ってファッション見せて、ファッション、ファッションこんな感じです、見えないね、ズボンは明るめのズボン履いてます初期時代の、あ、もうちょっとじゃあ伸ばすってことか、もうちょっとね、そう伸ばすね、オーバーサイズ、オーバーサイズ、そうオーバーサイズのネット好きで、私また全然大丈夫ですよ、今日のメイクはそうだね控えめです、うん。大阪で何食べる予定だった、あの明石焼き食べたかった、1年ぶりですね、ありがとうございます、友達少ないので友達になって、さっき足短いってコメントしたからやだやだコメント、コメント全部見てるからね、そう私と拾ってないけどこのコメント見てるからね、でも友達になったら友達になりましょうそう見てるからね、そう見てますよ、明石焼き今度ご馳走させてください、うん、ご馳走してくれるのコメント読んでほしいな、読んでるよ、そうすごいな、本当ケンタッキー食べたい、ケンタッキーどこでも食べれません、でもやか元気かな、あ、そうもやかに LINE しました、そう昨日かな、昨日そう LINE しました、そしたら元気だよって言ってましたね、戻ってきてって待ってるねって言いましたよ、うん待っててって、うん、そう会えてないんですよ、そう会えてないんですよね、みんな待ってる、そうみんな待ってる、そうで萌え顔しの方がね、そう劇場にそうよくいらっしゃるので、そうそうそう、なので萌えかちゃんにお伝え、そう腰はね、そう腰ね、そう誰ですよね、うーん、そう今さ、そう夢しなってあれですよね、そう夢しなって腰すごい使うんですよ、そうだから結構ね、うん、シュッとした、本当シュッとしたかな、腰は無理しちゃダメかね、ダメだよね、そう腰フリフリですね、腰フリフリそうだね、ここのところ、ここね、ここのところね、そう一回そう腰そう癖つきますよね、うん、そう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 、あそこか、あそこ、そう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 です、このところですね、あそうね、背筋ね、背筋ね、背筋気をつけないと、そこ好き、そこ好きあそう腰ね、そうそう加藤ちゃんもね腰がね、そうそうそう、つられる、そこ絶対そこそこつられるの、まやちゃん腰、まやちゃんね腰で大丈夫です、うん、まやちゃんね強いんですよね、うん、なんか強い気がする、結構なんかインフルとかにもかかってないし、もういつからかかってない、中学生ぐらいからもかかってないし、なんか多分公演もなんか病気して休むってことないかも、そうだよね、握手会もないかも、うん、休んだこと、若いから大丈夫よってどういうこと大丈夫よってどういうこと、そうないかも、丈夫なのは大事、大事そう、あのそうだね、結構みんながお腹
をねちょっとこうやられてしまった期間の時も、そう私そうですけど、みんなとね、みんなと同じもの食べてたんですけどなら、ね、そうそうそう逆に心配、逆に心配その時そう大丈夫だったんですよね。そうあゴリラ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 じゃないわそう強いんですよね。胃はたまに痛くなったりとかするんですけど、そう体丈夫なんですよね。うん、丈夫に産んでくれたまゆみさんに、そうねまゆみさんに感謝だね。うん、そうまゆりはそうお腹そうですね、胃がねそうそうそう健康が一番、そうですね健康が一番ですね。うん、長生きはしたいね、長生きね。うん、まゆみさんの声が聞きたいね。ね実家で配信できたらいいんだけどね。うん、綺麗にならなって何、綺麗にならな、ま、そうそう最近そう実家に帰ってないからね。そうガチャは釣り師ですか、ガチャは釣り師じゃないと思うじゃないと思う。うん、ちゃちゃまるも元気です、ちゃちゃま元気です。テレアプリはやってますけど、そうペット飼ってます、7匹猫実家にいます。そう動物の森もやってないね、もうやってやらなくなっちゃった。そうやらなくなっちゃった。駄菓子屋さん行きました、新潟県の。そう一回会いに行きます、あ握手会行きますね、待ってます。チュールは食べるよ。最近ハマってるものなんだろう、何を思ってるかな最近、いいのかな、いいかな、あ NGT48 物語やってます、やってますよ。ああとそう今 AI ドールでね、そうじゃんけんの方今なんかあのイベントをねやっていて、そう皆さんそうじゃんけんありがとうございます。そうずっとじゃんけんしてたってありがとうございます。パープロックゲームだね、野球の。そうなんだっけ、そうピース手に入れました、ありがとうございます。そうありがとうございます。勝てないチャンキーはでもありがとうね、ありがとうございますね。今日22時まで、そうなんです。そうあ、AI ドールって呼んでた、アイドールなんだねやばい、ずっと AI ドールって呼んでた私。あ、アイドールなんですね、ありがとうございます。そうなかなか勝てない、頑張って、負けちゃった、言って負けちゃったそう前私が言うなので、そうぜひぜひねイベントができたらいいなって思ってます。うん、そうあ僕も AI ドルあだよね、思うよね。そう全然ゲームしてないでね、そうねやりたいな、そうイベントねできたら、毎日まりちゃんの声、ああそうね、そうだよね、ねイベントしたいなって思ってます。明日からちょっと待って大丈夫です、食べたまってハマってる食べ物はですねあれです、なんだっけ、ネギと普通のさあのネギあるじゃないですか、ネギと聞いてくる、なんか恥ずかしい私いろんなこと聞いてるねみんなに、なんだっけネギと元とあのごま油とと塩と何入れてるっけな、そうなんかそうそここの4つ、そうスープの素のやつそうを入れて、それをネギにあのネギをそのご飯の上に乗せて食べるのが好きです最近。そうなんかネギ塩、なんかネギ塩豚カルビ、そうあネギ、そうネギ苦手な方いますよね。そうねえそうやってみて、やってみて、そう美味しいです。そうそうなんです、あそうもうね、豚、そう豚も豚を入れてもいいんだけど、なんだろうなんです、ネギは太めのやつ、なんて言えばいいの、輪切りのやつです。体重減らそうと思って、え減らすの、ネギとマリナが好きです、どういうことどういうこと、白ネギでもなんか青ネギっていうの、なんて言えばいい、あの緑のネギ、青ネギで合ってるやつ、そうあそう刻みネギでも全然なんかネギの形は好きなやつで、そう万能ネギ、そう何でも何でもなので、
そう、ぜひぜひ作ってみてください。美味しい、そう、お酒のおつまみになると思います。そうなので、ネギはお好みの、そう、種類で。あ、時間ね、もう時間、もう時間早いね。あれだ、わかる、あ、わかる、ネギマ、ネギマ懐かしいね、ネギトークになっちゃったそう、お酒に酔うとどうなるの。私はお酒に酔うとどうなるかな、でも変わらないかも、うん、変わらないです。すぐ近な帰り方ね、この後はひなた、今日は忙しい、あ、ぜひ見てね、みんなのコメント、あ、コメントじゃない、みんなのショールーム見てくださいね。そう、泣く、泣かないか、泣かないな私。そうそう、変わらないんですよね、うん、コメント、お酒強そう、強いのかな、どうだろう、強いのかな。でもなんかお酒の周りってその日によりますよね。なんかそうね、お腹空いてるととかね、だよね。楽しくなる派ね、そうだね、そうだね、そう、体調にもやりますよね。そうそうそう、眠くなっちゃう、あ、でも眠くなるのも分かります、眠くなりますよね、うん。ブランデーケーキ、ブランデーケーキってなんだ、うーんと、ずっとビールだったね、うん、ビールでもずっといけるタイプです。見晴れと飲んだことある、ありますよ、あります、そう、あります、あります。マッシー可愛がってあげてください、マッシー可愛いよね、マッシーのね、あのラジオのやつ大好き、そう、ラジオのやつ大好きです。一口、あ、聞いてる、そう、聞いてた、コンビスコ、あ、コンビスチかスコって呼んじゃった、そう、ラジオ風の味すごいよね、ね、すごいよね。ぴょんぴょん星人、あー、うさぎだ、うさぎだ、つぐ成人したら一期生で飲み会やってほしい。待って、つぐが成人したら、私7歳離れてるんですよ、つぐと、だから3年だ。ノエト飲んだ、ノエト、はい、飲みましたよ。そう、アラサー、そうだね、27、でも今年そう、アラサーなんですよ。あと1分だね。食べるものは何だろう、お父さんがね全部考えてくれてて、そう、3倍綺麗になってます、綺麗になれたらいいなって思います。そうね、慣れたらいいなって寝て、若々しい、本当に言えればなってきた。ちょっと待って、早い、それは早い、それは早い、配信ありがとう。弾丸コメント読みが懐かしい、本当嬉しい、ありがとうございました、こちらこそありがとう。30分あっという間だね、ね、あっという間ですねね、早いね、30分ということで、今日も見ていただき誓いを持たれ、戻りたいね、2月だということで、2月の皆さんよろしくお願いします。今日も見ていただきありがとうございます、お疲れ様でした、ありがとうね、次の配信も楽しみにしてるよ、ありがとうね。嘘、初めて会った時は変わんない、本当に、おやすみ、ありがとう、月曜日よろしくね、待ってるね、おやすみなさい、おやすみアリーナ、おやすみなさい。若干浜越え、ゆっくり休んでね、ありがとう、ありがとうございます。早くできるといいね、たくさん配信時間伸ばしたいな、あと30分欲しいよね、うん、あの入れてくださると全然もう打ってくださいなんて言えばいい、なんかそう、お休みの時、そう、お休みってなった時にお休みのコメントをしてくださる方がいて、そう、全然ぜひぜひガンガンコメントしてください、お休みだけじゃなくてね、全然打ってくださいね、うん、そう、みんなのコメント見てるので、そうそうそう、エッチエッチなコメントを読めなかった、ちょっとね、エッチなのはねちょっとね、読みづらいね、うん、適度にコメントありがとうございます。おはよう、4937人の皆様、このショールーム配信見ていただきありがとうございます。ということで、また配信しますので、よかったらあの通知ボタンを押しておいてくださると嬉しいです。こちらこそありがとう、こちらこそありがとうございます。それではゆっくり休んでくださいしますね、よいしょ、ちょっと待って、ね、ありがとう、こちらこそありがとうございます、いい夢をありがとうね、お酒に飲みすぎないようにね、ありがとうございます、またね、バイバイ、ありがとうございました。